皆さんこんにちはここにあるのはクラビコードといいうやはり古い原楽器の一つですピアノは弦を打ちますしそれからチェンバロは弦を弾きますけれどこのクラビコードは弦をこう下から叩くというか押すというかピアノは弦を打った後ハンマーが弦から離れるんですけどもこれは離れないでずっと押さえて、まあ、音程を決めているというかちょうど弦楽器の左手みたいな役割をこの小さな金属片がしています。 ですからこれを圧力変えるとビブラートをかけたりもできるんですあの魂を込めることができる楽器ということで、えー、例えばバッハとかモーツァルトとかベートーベンなどもこの楽器をすごく愛したというふうに伝えられています今日ここにある楽器は1788年つまり18世紀の終わりに北欧のストックホルムで活躍したリントホルムという製作家が作ったクラビコードです本当にこういった貴重な楽器が今でも 弾けるっていうのはあの本当にすごいことだなと思います。この楽器は今浜松の駅前の浜松市楽器博物館にあります。